今日はコボルトのボードゲームデザインの続きで、はい、パート2のデザインの最後の記事とパート3のデベロップメントの最初の記事を扱っていきます、はい、今日2つですけども2つでやれば十分でしょう、はい、ですでまず最初のパート2のデザインの、最後の記事ジェームズ・アーネスの戦略は運んだっていう記事です。でこれ戦略は運んだっていうのはちょっとよくわからないんですけれどもテーマとしては実際にこの記事が言っていることは戦略には運要素がありスキルにはそれがないということをめぐってその戦略っていうものとスキルっていうものについての考え方を扱っています、うん、でこの記事なんですけどちょっとアーネストの文章が下手なのか、うん、せいなのか自分 の, その読み込みが浅いせいなのかちょっとその言ってることがそんなに大したことじゃないような気がしたんですよね。その簡単ゲームに必要なのは簡単だけど今までにない決断を求めることが大事だよっていうのがこの記事の結論なんですけども言ってること本当にそれだけでそれもなんかいろんな具体例を用いて具体的なゲームの例を出してあげているっていうだけです、まあ、順番に説明をしていきますで、まずこの記事における、用語の定義が最初に入ってます。運と戦略とスキルですね。運はプレイヤーに制御できないランダムな選択で、これは、右に具体例を書いてます。引用ですね。運は一つの分かれ道であり君を利するか害するか分からないランダムな選択のことだ。ダイスの出目やカードの引き他プレイヤーの行動などがそれに当たるだろうっていう。で、まあ、他プレイヤーの行動が運だっていうのは割ちょっと見落としがちというかデザインの初心者なんかはなんかちょっと納得いかないところあるかもしれないですけど割とこの認識はをきちんと書いてある。手は運ですよね、はい、他人の行動なんて分からないしないから、はい、でこれをなんかその読める要素だと勘違いするとなんか、なんだろうそれが戦略的なゲームだと思っちゃうんですけどそれはなんか、ねはい、ゲームマーケットで言ってる心理戦のゲーム、ね、そういう感じになっちゃうんですシンプルで奥深い、うん、そうただ2人ゲームはそうでもないじゃない。相手が2人のゼロワーだったら、まあ、基本的にはそうではないです、ね、そうですね、うん、で、まあ、もちろん同時ではないという条件がつきますけど、うん、そうですね、まあ、同時でもまあ完全な運ではないけど、まあ、この辺の話はどうでもいいというかこの議論も多いではない、うんうん、まあね、そうです。まあ、主にその3人以上のゲームの具体的には4人ゲームの想定だと思います。これはですね。であと戦略っていうのはゲーム中限られた情報をもとに計画し決断すること。これ多分記事を読んだ限りでは戦略と戦術の区別っていうのは特にしていなくって、うん、プレイヤーがそのゲーム中に考えることっていうのをおしなべで戦略って呼んでいます。それからスキルっていうのはプレイヤーが外部から持ち込むゲームに関する能力、うん、これはそのゲーム中ではなくてゲーム外っていうことですね。だから戦略っていうのがゲーム中のことでスキルっていうのがゲーム外のこと、うんゲームそのゲームやってない時にそのゲームについて研究するっていうのなんかも広い意味ではスキルに入ります。それも非常に独特な言葉の使い方です、うん、そうですね。だからまあ定義を最初に置いてあるっていうことはまあまあまあ、はい、だしそんなに そこまで直感に反するものでもないというか、うん、まあ分かりますという感じですね、うん、一応でいくつかその文章で書かれていることなんですけども箇条書きにしてしまいました。でいくつかそれについて性質が述べられています。その性質上から今いきますね。5つ目、1つ、まず、ゲームは通常これら3つの要素すべてを備えその割合はプレイヤーにより異なる、うん、プレイヤーが感じる割合ってことですねこれはで次が、2つ目、プレイヤーは選択肢を理解していれば楽しめるが正しい解決策を知っているわけではない、うん、だからその選択肢こう、A か B かしなきゃいけないっていうそのゲーム的な意味が分かっていたら楽しいんだけど楽しいしでも別に解決策かこれが正解だっていうのを分かってるわけじゃないんだけど状況をさえ理解してたら楽しいと逆に言うと状況を理解してないと楽しくないっていうんですね、うん、それで3つ目で面白さっていうのは何も分からないと全て理解しているの両極の間にあるっていう分からないともちろんストレス何をやってるのか分からないとストレスだし全部理解してたらそれはただの作業だっていうことですね、うんで4つ目、スキルは遊ぶだけでは磨かれない。ゲームを学ぶうち戦略はスキルに置き換えられていく。でこれ、ブラックジャックの例で本文で説明されているのです。右に1つ、引用を出しました、引用です。ブラックジャックをうまく遊ぶには即断即決だけでは十分ではない。スキルが必要だ。ごく初歩のレベルは別だが、スキルは遊んでいるうちに磨かれるものではない。参照表やコンピューター、助言、実践が必要だ。ゲームを学ぶうちに戦略はスキルに置き換えられていく。特にブラックジャックの場合は参照表ですよねそういうのを見ながらやることで、はい、技術が向上していくよっていうこと遊んでるうちに磨かれないのかな、うん、磨かれるけれども、うん、それだけでは
効率がある見落としちゃうものとかもある、はい、なんか直感は裏切る、ね、例えば確率論とか勉強してない人がゲームだけでいくらやってもやっぱり限界あるじゃないですか、うん、そんな感じだと思うけど、まあ、ブラックジャックならねって感じですけど、うん、でもどうだろうな、一般的にそこまで言えるかはちょっと微妙かなという感じもまあしますけど、うん、そうですね、ゲームの難易度で違うような気がします、うん、どの種のゲームかで結構違うかなと、うんうん、ゲームで使うカードのカードセットの中身の比率とかを覚えてたらちょっと有利に立ち回れるよねくらい の話なの、次はこれは多分出ないよねとかやるのかな、スキルに変わっていったって形かなって、うん、その多分ね、そのゲームによるっていうところは多分それは分かってて書いていて、それをなんかその後半でまさにそういうことを言ってるんですよ、うん、そのゲームごとにその新しい状況に出会うことが戦略に出会うっていうことがその楽しいゲームを楽しいものにすることだって言ってて、多分そのためにわざとこういう引きをしているんですよね、うんで最後、完璧な再起機会が知られていないゲームでは経験に基づく推測だけが可能だっていうのは、うん、そうです、そうですね、うんでということを踏まえて、例えばチェスと三目並べの違いということで、そのあたりをもう一つ掘り下げてっていうのがちょっと展開して説明をしています。それが次ですね、チェスは戦略のゲームであり三目並べはそうでないが、この2つに構造上の違いはなく規模が違う。三目並べには必勝法があるが、チェスはそうではない。まあ、あるんだろうけど人間には知り得ないということですね。ないわけがないんだけど知られていないっていうだけですよね、はい、知りようがないかもしれない、はい、で三目並べだったらまあ人間が覚えられる範囲でやれるよっていうことですね、うん、そう ではチェスで推測した最前提が正解かどうか特定できないならどこが運と違うのか。チェスは定石は暗記できるが、ボビーフィッシャーはその創造的な対側面を嫌い、序盤配置をランダム化したルールを提唱した、うんうん、なるほどね、それが面白いかどうかともかくまあ言いたいことは分かります完璧な戦略ではなく、こうした創造性がゲームを楽しい、あ、うん、完璧な戦略ではなく、こうした創造性がゲームを楽しいものにする。まあ、その覚えゲーにしても完璧に勝ったからといって、それがゲーム自体を面白くするわけではない、プレイヤーの体験を面白くするわけではない。まあ、もちろん本文の中で勝つこと自体はすごく楽しいことだよって、そういう誘惑が強いもんだよとは言ってるんですけども、どこだっけな、勝利は楽しいという概念はいともたやすく心に救うが、その一方でプロのブラックジャックプレイヤーになるよりは会計士として働く方が金になるし、そうであれば妙な変装をする必要もない。これブラックジャックで勝ちすぎるとカジノから追い出されるから、うん、だったら変装してから、はい、変装していった方がいいよっていうようなことを踏まえ言ってます。チェスの一般的なスキルは明らかに最善でない手を除外する戦略に寄与するが、残った候補手からどれを選ぶかは選択の問題だ。スキルを上げていって、その悪い手は防げるんですけれども、良い手をじゃあいつも1位に選べるわけじゃなくて、そこでその選ぶところがまあ楽しみだよっていうことですね、うん、というのことはカタンの例でが右に書いてまして、例えばカタンで初期配置をランダムに行う場合、おそらく最善手は1つしかない。しかしそのことを説明した書物はないし、完璧な参照表もなく、プレイヤーは戦略を駆使するしかない。これはフィッシャー式だよね。はい、そうですね、そランダムに置いたお、まあ、それが創造的って言っていいのかな、まあ、覚えてるよりも分かんないですよね、創造的でしょうね、覚えてるよりも。でも、まあ、ゲームって、まあ、普通のゲームは序盤と中盤と終盤があって、うん、序盤はまあ定石を覚えてなって、うん、でも中盤になるとね、そこまでね長い定石ってないから、結局私は創造的なんじゃないかと思うんだけど、うん、まあ、カタンは基本的には4人ゲームですからね。あ、まあね、うん、あんまなんかそこでどうこう言ってもしょうがない、しょうがないね、うん、まあ、囲碁でもなんか50手ぐらいはその定石というか研究した手がそのまま来るっていうことがあるんですね。大した定石みたいな長いのもありますけど、うんうん、まあどっかでそこから外れていくから創造的にはなるんだけど、まあ最初からっていうか、定石を丸暗記してるとさ、うん、ちょっと上手な人に定石をうまく外されるとさ、うん、かえって、うん、あ、ありますね、定石を勉強すると弱くなるって話があるくらいで、はいはい、どうなんでしょうか、それは。なんかそれはやっぱり強いプロ棋士の人が言ってましたね、陰性になる、ま、日本棋院の陰性になるまでは一つも定石知らなかったっていうようなことを言ってる人もいるぐらいで、うん、だからその考えて打てば同じような手にはなるから、うん、でそれを理解した上で定石使うのが大事で、うん、その、まあ、乱棋ではダメだよっていうことはやっぱり言いますねでそれってわざわざそうこんなにその私服を使って言うことなのかっていうような気はするというか、ちょっとよく分かんないですよね、この記事は。
まあでも入門的な意味ではいいんじゃないですか。はい、まあ続けます。で後半はそのこれをゲームデザインにどうやったら活用できるかということを書いてます。これをゲームデザインに活用する方法について、戦略ゲームを作るには興味深い決断を待たせたいが、その決断を難しいものにせず、かといって地面にもしないような手段はあるか。で例えばダイスを振ってその目を当てるゲームの決断は簡単だが自明ではない、まあ、分からないという意味ですね、うん、自明ではないというのは要するに、しかしこれは戦略ゲームではない、うん、あとは繰り返しっていう方、繰り返すことによって決断を簡単にするという方法もあって、ブラックジャックのようにゲーム中に決断を繰り返すと決断は次第に簡単になっていくが、アクシデも繰り返してしまうし、参照表を見て決断しても楽しくない、あの繰り返すことによってなんかそれがいい手だろうが悪い手だろうが自分の癖になって繰り返しちゃうから、それがその必ずしも面白さにつながっ、簡単にはなるけど面白さにつながっているわけではないっていうふうに言ってます。でその解決策としてアネストが書いてあるのは、簡単だけど今までにない決断を求めることだ、多様なゲームの状況を用意し、かつ何をすべきかを自分が理解していると感じられるようにすることだ、実現するのは難しいがこれが目標であると認識する必要はある、ポーカーやモノポリはこうしたゲームの例だ、ゲームを遊ぶたび状況が変化するため参照表を作ることができない、うん、でそのポーカーについてあの右に書いてある引用があの説明、詳しい説明になっています。テキサスホールデムでは手札や公開されるカード、座る位置によって状況が変わるので、基本的なゲームの状況だけで数千の可能性がある、かつ個々の状況でプレイヤーの取れる選択肢はかなり限られている、にもかかわらずどの場合にもプレイ歴やプレイスタイルなど他の情報が加わるので 最適種を見極めるのは難しい、で最後、プレイヤーが創造的になれる機会を与えることで戦略を生んだという概念をゲームに効果的に組み込むことができる、新たな状況を用意し、それについて分かりやすく定義された選択肢を与えよう、表を記憶することを求めてはいけない、うん、テキサスホールデムってやっぱり面白いんですかね。まあ、面白い、1回だけやったこと、草場さんのトランプ会議やったことありますけど、うん、面白いですよ、うんうん、まあ面白いね、うん、面白いんじゃないでしょうか、うん、多分なんか全然ピンとこないんですけど、ね、ギャンブルとしてお金が手に入ってくるから面白いみたいな、いや別にそうではないというか、ただリミットだったら別にあんま関係、まあ、お金入るか入らないかそこまで関係ないじゃないですか、うん、まあ、金かけたら面白くなる、より面白くなるとは思うんだけど、ただそれがなくてもまあまあまあ面白い、だから難しいんですかね、なんか共通のカードがあるから何やったら勝てるみたいな線があるわけじゃなくて、いや逆なんだよね、あの人の手は読みやすい、読みやすいですよね、だって隠れてるってカード2枚だけだから、ね、なんで読みやすいしグラフも書きやすいっていう、うん、だからちょうどいい具合なんじゃないですか、あの結構ドローポーカーとかあのスタートポーカーは結局人の手が分かんないんですよ、でもホールデムの場合はね2枚だけしか見えないカードなのでかなり分かるような気がする、ね、そう動いたもんなとこあるけど、うん、そんな気にさせてくれる、本当のところは分からないけどね、じゃあそのでこの記事でその戦略っていうのをゲームごとになんか新しい状況を用意して新しい戦略を考える余地をプレイヤーに常に与えることが楽しいよって言ってはいるんですけど、なんかそれで自分が思い出すというか、そのか思うのはユーロゲームだってそういうなんかその戦略、新しい戦略を常に用意してるみたいな言い方をしているけど、でもスキルあるじゃんって思う、うん、今もありますよ、かなりありますよ、はい、うん、なんかそれがその明文化されていないだけで、なんか例えばリソースマネジメントだ、リソース管理のゲームだったらこれを変換してこうあの基礎資源を変換して上級資源にして、上級資源変換して建物にしてみたいな感じ、特定のゲームっていうよりは特定のジャンルぐらい、あ、そうですそうですそうです、ね、うん、とかワーカープレイスメントだったらこう打つとか、そういうのってあるんですか、とりあえず、はい、とりあえず飯を裏切らないとかあるじゃないですか、そういうカルカソンとかモノポリは本も出てるじゃないですか、ああ、そうです、同時に出てますね、うん、1個のゲームだったらまあなんか分かるんですけど、1個のゲームでその深めるっていうのはまあまあまあなんか分かるんですね、あ、つまりワーカープレス、一般的にワーカープレスメントに勝つ方法みたいなのはあんまり見たことないかもしれない、はい、でもなんかあるんですよね、経験値っていうのは、ね、いやでもまあみんな考えてるじゃないですか、はい、あるし、そういうのは割と共有されているし、でそれをなんかそういうのがある前提の上に作られてるゲームだって今出てる重量級のゲームだっていうのはやっぱりな、結構そういうところに依存しているところがあると思っていて、それに対そういう状況を見た上で素直にこの文章を読めるかっていうと、そうでもないなっていうこと、まあそうでしょうね、うん、と思うの
まあ、アーネストは割と変なゲームをそこそこ作る方のデザイナーではあると思うんですけど、あんまりなんか定石通りのっていうタイプのゲームデザイナーではまあないですね。あのレインフィールドをこの間やったんで、それやらし、あやまさんにやらせてもらったんで、それはよくわかります。ちょうどあのゲーム哲学研究会で、あのあれを会話を読み直してるんですね、あの遊びと人間人間でやっぱりアゴンを楽しむのとアレアを楽しむのとやっぱりあるわけで、うんうん、あの運を楽しむところもあるからね、別に必ずも、うんうん、戦略だけではないんだけど、そうですね、戦略を練っていくのはそれはそれで楽しみなんではあるけれども、うんうん、それだけじゃないような気がしますけどね。あんまりここではそのなんていうかその運の楽しみの話っていうのはそんなに出てないんですけどね、その戦略って見られているものが実際にその戦略の中にも運の要素っていうのはあるんだよみたいなことを言ってるんで、まあ、そうですよね、その実際には結構なんかいわゆる運ゲーなんて言われているもの、ダイス振って、ダイス振りだけのゲームが案外楽しかったりするもので、まあまあ、知りすぎるとどん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 地名になっていくけど、うん、あのなんかその不安定さみたいなのにも楽しみがあるから、結局、ね、あるバランスが大事だよね、はい、みたいな記事なんじゃないかなという、あるんですよね、まあ、初版学習面白いもんね、あれはあれでやってみると、ん初版学習 はい、あんなもんでも確かにやってみると面白いですからね、はい、ここでそんな運を楽しむのもんじゃ多分 ないよ、そこではないんですよね、うん、だから戦略っていうものの方に焦点があって、まあ、いいゲーム内決断指打っていかないけど、うん、不確定だけどそれが面白いみたいなところがどんどん固定になってくる話なのかと思うんですよね。ただちょっとそのなんか多分アーネストの中には何かあるんですよ、もうちょっと具体的な何かのイメージがあって、それをなんかうまく言語化できてない記事だっていう印象を受けました、うんうん、でも突飛なことは言ってないよね、はい、新聞で見たことある気がするか、新聞で見たことあるかということで、すいません、ちょっとこの記事はあの、はい、消化しきれませんでした、はい、最初のこれの本の最初の記事もそうなんですけど、ちょっとアーネストの文章はなんていうかまっすぐに論を展開していかないので読みづらいです、うん、ということで、まあまあ、あのもしちょっとよあの興味があれば原文にはもう当たってみてください、うん、ブラックジャックのルールなんかは結構あの細かく書いて、B なんかは結構細かく書いてますけど、ただ用紙としてはさっきの通りです、うん、はい、そしてもう一つは本当はアネスの記事があるんです、ギャンブルゲームのデザインがあるんですけど、それは前回、まあ、あの以前扱ったことがあるということで、はい、読んでません、やってません。ではパート2やっと終わりまして、パート2にデベロップメントに行きます、うん、でデベロップメントの最初が今回の2番目の記事です。デリューのドミニオンのデベロップの記事です、うん、この人は、もちろんドミニオンシリーズの共同デベロッパーで、まあ、まあ皆さんご存知だと思いますけど、ボードゲームニュース .com のコラムニスト、ボードゲームギーク .com の管理者、からオピニオネーテッドゲーマーズ .com の創設者兼編集者、あとこれ初めて知ったんですけど、お医者さんですね。医者ってこんなことできる、そうびっくりしますよね。まあ多分開業医なんだと思います。いやでも日本だったら開業医でも言葉では無理だろうな。無理でしょうね。あのオピニオンによってるゲーマーズにもう本当に週1ぐらいですげえ詳細な記事が上がってきますからね、レビューの記事は。あれはあの本当に読むといいと思います。自分もそんなにはしょっちゅうは読んでませんけど、すごいですね。書いてるすごいです。これはあの個人的には非常に良かったデザイナーと喧嘩腰になるから場合によっては、まあ、場合によってはそう分けてるとそうなるんですよね。でもそれぐらいじゃないですか、いいもんできないんだよ、うん、よし指導です。で用紙ということで、まあ、用紙っていうのはこの下全あのこの下全部のなんですけど、最初に書いてあるのがあの概要ですね。概要をまず言います。デベロップはメントはゲームの出版前の最終段階だ。ゲーム体験がより良くなるようルールが手直しされる。ゲームの根幹となるアイデアや構造は通常変化をされないが、ゲームがより良くなる場合は多少の修正を施す時もある。デベロッパーは本でいうと編集者であり、デザイナーからもたらされたアイデアを完成品に仕上げる役割を果たす。まあ概要です、はい、皆さんご存知の通りです。でこの本で書かれているのは 4つ、4段階で、最初のテストプレイ、ルールブック、ブラインドテスト、タイトルのテーマの4つです。これルールブックがある状態からスタートの話なんですね。あ、そうですね、
デザイナーが作ってきてルールブックまで作ってきて渡された状態から話が始まってます。だからあの企業のデベロップメントの想定ですね。これはリオグランデのドミニオンをデベロップした話が書かれています。で、あのこのレジュメでは一般化した部分を左側にまとめてあるんですけど、実際にはあのとことんドミニオンの例に即して本では書かれてます。ちょいちょいそれを話を挟んでいきます。ちなみにドミニオン遊んだことないルール知らないという方いますか？あ、私は知らないです。あ、本当ですか？若干ルールが抜けかけている感じがしますね、まあ、多分大丈夫だと思いますけど、まあ、概要を言う、あの言うとカードを使ってその自分のなんていうんですかね、王国を作っていく、はいはい、まあ、で実際には具体的には自分のデッキの中に勝利点をのカードをたくさん入れていくっていうゲームです。で、お金のカードと勝利点のカードとあと王国カードって、まあ、アクションのカードがここに毎回こんなセットが10種類並びます。で、お金のカードは最初に、7金が入ってます。どうかっていう一番安いお金が7金入っていて、勝利点も一番安い屋敷っていうのが 3点入っていて、それをそこからこうデッキの内容をだんだん分厚くしていったり、うん、まあ、あのブラッシュアップしていったりすることで勝利点を買っていくというゲームです。で、勝利点を買うことによって、その勝利点っていうのはゲーム中のデッキの中に入っている分には何の役割も果たさないんですね。だから弱いんです。弱いというかそれが混ざってるほど弱くなるんですけど、最終的な点数はそれが必要だよっていうことでゲームのジレンマを作ってるっていう、そういうゲームですね。それでいいですよね、説明は。まあ、合ってますよね。はい、たくさんカードをシャッフルするゲームです。そうです、そうです。あのそっからこうやってます。はい、ほぼずっとシャッフルしてます、ね、で、あのカードを買ってそれを全部手札全部捨て札にするんですよ。で、そして手札がなくなって山札もなくなったらまたシャッフルして、それで買ったカードが次の山札では手札に来るっていう感じです。で、そのデッキをあのゲームをプレイしながら作っていくんで、デッキ構築っていうジャンルの名前が つきました。で、そのデッキ構築っていうジャンルを作ったのがこのゲームで、まあ、非常になんていうか面白いゲームです。うちにも8個あの拡張セット含めてあります。弱いんですけど、あの好きは好きなんで。で、まあ、順番に行きます、うん、最初のテストプレイですね。最初と言いながら結構長いんですけど、まあ、あのデベロップチームでまずテストプレイをするということで最初って言います、うん。いきます。まず与えられたルールを使ってゲームを遊ぶ。できればデザイナーや他の人からのルール説明や戦略のヒントはもらわず、ルールブックを読むだけにしてゲームを学ぶ。自分が初心者になれる体験にできるだけ時間をかける。というのは、その自分が初心者である時期っていうのはこの時期しかないから、その時に感じたことは特に大事にするっていうことですね。で、最初の 2,3 回はただゲームを遊んで作戦を試し、ゲームを理解してきたら疑問点を書き留めていく。プレイヤーが用いた戦略やそのどれが成功を収めたか、煩雑だった構造や理解が難しかったルールなども書き留める。これが結構すげえなと思うのは、ドミニオンでそのいきなり最初何回か遊んでこんな戦略をやってみましたっていうふうに言語化できるっていうのが、すでに結構なスキルがないとできないんですよね。ドミニオンだとそうですね、そうですね、とりあえずカードを取ってみようというのはぼんやりした感じで進んじゃいましたから。そうそうそう、なるのか。あの TCG やってたらそんな、 TCG やってると鍛冶屋があの3枚ドローってあの、はいはい、買わないに操作されるか強いんじゃないってやってみたりとか、うんうん、ひたすら村を買う人ですね。そうそうそう、村鍛冶やっちゃうとか、うん、だけどそうね、あのずっと買いたくて全然ゲームが分かんなくて処理点買わずに終わっちゃう人とか。あ、そう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 、うん、ありますよね。なんかある程度経験がある、例えば村っていうカードと鍛冶屋っていうカードがあって、鍛冶屋っていうのはカードたくさん引けるんですよ。3枚引けるんで強いんですけど、それで自分のアクション終わっちゃうんですね。自分手番のアクションって基本1回しかないんです、うん、で、その手番のアクションを2回以上できるようにするのが村っていうカードで、2回アクションプラスするんですね。で、それを使って鍛冶屋で3枚引いて、また村とか鍛冶屋が出てきたらっていう風に無限にこうアクションを増やしてはカードを引く、アクションを増やしてはカードを引くで、手札の中にたくさんお金を増やせるよっていう、あの有名な基本的な重要な戦術があるんですね。そういうのってでも経験をしてないとわからないので、カードゲームについてこれをやれるっていうのが、もうドミニオンに限らず、なんか新しいゲームを見てこれをやれるっていうのは結構なスキルですよね。どんなゲームでもそうだね、はい、初見でね。だからまあかなりあの高度なスキルを前提してはいますけど、一応原則としてはこうだっていうことですね。それはこれは分かりますね。ですから読みながら、あ、すげえなと思いました。で、次ですね、最初のプレイの次は構造が極力シンプルになり、内容物が全て不可欠であるよう再検討する、まあ、過不足ないということですね。
複雑な要素は間違って覚えられ、ゲーム体験を損なうことが多い。手を加えるべき箇所を明確にしたら、その構造や戦略にフォーカスしてさらにプレイする。主要な戦略のリストを頭の中で作成して実践する。すごいですね、すごいですね、この、ちょっと波のプレイヤーじゃないですね。それからバランスを取るため、デベロッパーの一人が一つの戦略に注力してプレイし、他のデベロッパーは他のアプローチを用いてそれを打破しようとする。例えばその どういう戦略を取るかとか、どういうふうにシンプリファイするかっていうのを例を2つ、印象的な例を右に出しました。引用で1つ目が、あのゲームには最初無意味なカードが2種類あった。呪いと混乱だ。呪いっていうのはコストゼロ、まあ、買えないんですよ。お買い物ができなくてマイナス1勝利点っていうのがカード効果で、アクションの他人のアクションの効果で自分のデッキに入ってきます。損するカードです。あとは混乱、コストゼロの0勝利点、これも何にも役に立たないので無駄です。対戦相手のデッキを台無しにできるカードが2種類あるのは良いことだが、それでも多すぎる気がした。同じような効果を持つカードが別々に2種類必要な理由はない。ということで結局製品版には呪い1種類しか入ってません。正解でしょう。ですよね。まあそうですね、あの構成から2種類必要かみたいな話は、まあ、はい、まあそうですね、はい、片方でいいのと違いますよね。そうそうそう。ただまあ作ってる時はなんかその作ってなんかデザイナーはデザイナーでその独特のフロー状態っていうのがあるので、うん、そのフロー状態の中にいると結構気づかないもんなんですよね、うん、そう、それを取っていくのがデベロッパーの役割で、で言われてみたらっていう感じだとは思いますね。もう一つ、下ですね、礼拝堂のカードなどに集中したデック圧縮の非常に強力な戦略でさえも無敵とは程遠いことが分かった。だからこそ礼拝堂は今もゲームに残っている。礼拝堂っていうのはカードを4枚まで配置できるんですか。確か手札5枚あって、そのうち礼拝堂以外のカード全部廃棄して構わない。廃棄っていうのはゲームから取り除くこと、捨て札にして回ってこなくなるので、弱いカードをそれによってこう取り除いてあることで、強いカードだけにして、強いカードの回転を良くする。そうです、そうです、まあ、圧縮だよね。はい、圧縮です、まさにそうです。だからすごいすごい強いカードなんですけど、まあ、ドミニオンを象徴する1枚と言っても過言ではない、はいはい、だけど無敵にはとは程遠いことが分かったっ、まあ、無敵ではない。でもかなり有意義、いやでもまああったら取りたいなって感じはしますね、はい、やっぱり。いやでもそのぐらいはいいのかもしれない、うん、ちょっとデュエル比べてるんだよね、4枚までっていう。そうです、そうです、はい、だから強い強いカードだけどちゃんとテストはしてるよっていう言ってますね。だからこの辺から分かるのが、さっきも言いましたけど、やデベロッパーはまずプレイヤーとしてすごくなければいけないっていうのは思いますっていう感じはすごくよく伝わりますね。基本禁欲的な方が強いんですけど、はい、なんか禁欲的になると面白くないですよね。そうなんですよね。禁欲的っていうのはどういうことかっていうと、お金を買っていくゲームなんですよ、はい、お金を買って自分のお金をなんかこうわらしべ長者的にグレードアップさせていくっていうゲームなので、下手にアクションを買って派手なことをするよりもお金だけを買っていく方が強いんですね、うん、まあ、いやそう、あ基本説はそう、まあ、下手な下手なね、俺ぐらいのなんか初期じゃあれだ、まあだからどっかはともかく、うん、どっかはいらないんですけど、ね、銀貨以上だったらまあ基本的には銀貨は強いので、まあ出たばっかの頃に金だけ買ってや勝てるじゃんみたいなちょっと別で流行りました、はい、まあ、実際そこまで負けないんですよね、うん、でも実際それちゃんとそんなことはないってなったわけだから、はい、強度を持ったゲームだったら出てたもんですよね、うん、そうなんですよね。その金だけ買っては強いんではなく、金だけ買うのはベーシックに強いから、じゃあその、まあ、それを超えるよう上回るような、それを上回るようなカードの買い方をし して強くなることを目指そうっていうんですね。次いきます。ゲームの欠点話題ですね。境界に触れたり負荷をかけたりするテストも、境界を押し広げるという言い方をゲーム本文ではしていて、これ多分そのなんかシステム開発なんかで言うと、コンピューター開発システム開発で言うところの境界値とか、なんか幸福負荷テストとか、そういうような感じイメージだと思うんですよね。なんか変なことをわざとやってみるみたいな感じですね。この時はゲームを壊すつもりで過激な戦略を取る。プレイヤーの一人がゲーム内のある特定の商品を買い占める。できるだけ多くのカードを蓄えようとするといった戦略を取ることにしたとしても、ゲームはきちんと機能するのか、そして面白いのかを知っておく必要があるのだ。で、右に書いてあるこれが非常にいいですね。非常に面白いとか、ドミニオンを知ってると非常に興味深い話です。考慮ラッシュという戦略には単純なアルゴリズムがあった。考慮っていうのは、勝利点カード、基本セットの中には3種類勝利点があって、そのうちの1つです。2番目のカードです。屋敷1点、考慮3点、3点、続州6点というふうにあるんですけど、その中の考慮5コスト3点です。
手札に0から2コインしかないときは何も買わない、3から4コインなら銀貨を買う、5コイン以上なら香料を買う。この戦略ではテーブル上の王国カードを全て完全に無視する。王国カードはこのゲームの大きな魅力だというのに。王国カードっていうのは、お買い物をするアクションカード10種類のことです。それを買わずにそのさっき言った禁欲的なプレーをひたすらやるっていう感じです。でこれがあのすごく強かったそうです。デベロップやっててめちゃくちゃ強かったそうです。でそこで終了劇多分王国がその続集エンドがなかったんじゃないですか。そうです、最初は続集エンドなかったんです。三山切れだけだったんです。三山切れだけでしかも続集が5点だったんですって。あならば1点3点5点で考慮を買ってだから3点の考慮を買っていくのがバカ強いで王国カードに再び目を向けてもらうためゲームの終了条件を変更して続集の山が切れたら終了っていう条件を追加してさらに続集を6点にしましたっていうことです。でも完成品見たら分かんないんですよね。1点3点6点っていうのがちゃんとその三角数になってるからなんか自然のように見えるんだよね。 でも1点3点5点になってたって言われたらなんとなくああなるほどって思うじゃないですかっていう、なんかこれここ見て思ったのは何ですかね、別に綺麗な構造にするっていうあの綺麗な構造とかその美しいシステムにするっていうのは別にゲームを面白くするために必要なことではないんだなっていう。まあそこはそうですね、その上に意味があるのであればまあ、うんうん、残しておいてもいいですけどぐらいの感じなんでしょう。まあ結果としてその1、3、6っていう勝利点の並びも美しいんですけどそれは多分たまたまであって別にそこにこだわる必要はないんだというか、いや毛川さんっていうあの国津屋ファンというか、うんまあ、国津屋マニアの方がいらっしゃるんですけども、うん、毛川さんがチケットトゥライドに、はい、のレビューで結構こうムーンボコボコに叩いていて、うん、ラミの出来損ないみたいなゲームであんま面白くねえじゃんって。そのチケットトゥライド全然評価してないのでまあどっちかって毛川さんよりですけどそうそうそう、いやそれはいいんですよ、それは俺も分かる、うん、俺は好きだけどその評価は分かるんですよ、うん、なんか手札ひたすら溜め込むだけのゲームって言われるのは分かる、うん、でそのあの得点の列もなんでこういう得点の並びに、うん、1路線何点2路線何点っていうのが全然その数学的に別に意味もないしどうなってるのか分かんないって言ってるんですけど多分それってデベロップの結果ああなってるのであって、うん、次それがそのなんだろうバランスだったり面白さだったりというところで最適なんだったら別にそれはいいんじゃないかなって思う、うん、チケットぐらいとか面白くない理由は多分そこではないよね。そこではないですね、あんま関係ないあんま関係ないだから時々なんかその美しさとかにこだわることっていうのはまあまああるんですよね、うん、ゲーム作ってるとあるんですよ、ね、だけどそこは出発点ではあっても別に結果として求めるところではないよなっていう感じがします、うんはい、話、本文に戻ります、はい、で次極端な状況にルールが対処できるかどうかの確認のためレアケースも試す、はい、1000回に1回のケースでもデベロッパーは検出する必要がある。リリース後に誰かがそれに気づいたらオンライン世界はそれを大々的に取り上げゲームを破滅に導くかもしれないそうですよねっていう、我々ではなくワレスに言うべきですね、うんまあ、でもワレスのあの姿を見て分かるのは特に破滅に導いても問題はないという。そうですね、そう周りが勝手に面白くしてくれるからやっぱ別の話ですけど、このデベロッパーの人ってお金もらってるんですか。出るよりかですか、ある程度もらってんじゃん。出るよりは普通にリオグランドで契約したってことで、じゃあ多分、あでもどうだろうな、単純にこれってものすごい手間かかるでしょ、うん、分かりますよ、ね、ほぼ手弁当でしょ多分。だからもらってるとはいえそうでしょうね。今だからドミニオンすげえって言うけど、当時ドミニオンめっちゃくそ売れるとかそこまで確信できないでしょ。どうなんですかね。どうでしょうね、うん、いやでもどうだろうな、どのぐらいデベロ元のドミニオンがどれぐらいだったかっていうところ次第ですよね、うんうんうん、発売直後は結構入手難みたいな感じで、発売してからはもちろんそうなんですけど、その前のそのデベロップ段階でね、ねどれぐらいのものからスタートしてるのか次第かな、うんうんうん、我さんが到底こんなことはできないというのはそれはまあお金の面でもあるそうですね、わからんでもない、まあ、我さんはお金があっても多分やんないでしょ、うんまあ、それは分かんないですよ、だってね、うん、家族総出で箱詰めしてんですから我さんはそうです、なんかあの奥さんとか今もそうなんですか、奥さんとかがあれ詰めてるでしょ今あの発売前に、はい、
オンラインで遊べるようにしてそこでいろいろデベロップしたりしてるデベロップカーみたいなのがやってるじゃないですか、はいはい、うん、ああいうふうになっていくのかなっていう感じはしますよね。あ、まあ、どうしょうがない部分はあるでしょう ね、うん、そうですね。ただまあそれが質 の、 あの向上につながるかどうかっていうと微妙ですけどね。なんかボードゲームはやっぱり物出しちゃうと買いようがないので、うんうんうん、そう言いながられますね、うん、オンラインに特化したとそれはそれで、ね、ちょっと問題があるんですよ、ね、確かにそれに合ったようなプレイになっちゃう、うんうんうん、なんかその結局そこでプレイしている人たち の、 そのテストプレイヤーとしての質はどうなのっていうのは、まあ、ある程度ね、うん、と思うんですよね。だからテストプレイヤーに向けて言ってる話でもあるよね、はい、要するにプレイして楽しむんじゃなくてちゃんとこう荒探しするようなプレイしなさいよっていう、うん、それはそ う、 そうなんですよね。大事なことなんですよね、うん、これはあのゲーム会社の出版側の社員みたいな立場じゃないの。多分そうです、そう、ね、あ、そうです、契約をしたらある意味では給料もらってるわけだから、はい、はい、だから相当リオグランデとしっていう会社があってマンパワーをかけられるからこれができるっていう。リオグランデはマンパワーをかけられる会社ではないですよ。あ、そうなんですか、ね、だ当時って、まあ、多分すごいかけてたんでしょうね。これリオグランデ最後の輝きみたいなもんでしょう、最後の輝き。そもそもリオグランデってオリジナル作品がすごい少ないメーカーなんですよ、多分3つ目とかでしょこれ、せいぜい。そんなんなんですか、全然そんなイメージがないですね。この前にグロリアムンディがこれ、まあ、どっかに出てきましたけど、はい、コボルトのガスちょっと前にあって、でこれの間にもう一作あったかなぐらいですよ、はい、多分。あ、そうなんだ。いやだから、まあ、そのせいでこの、ドミニオンも出てしばらくはこれあのリオグランデを作品だって認識なかったですよ、僕は。確か1年以上経ってからじゃないかな、これがその、ハンスじゃなくてリオグランデの作品だっていう、まあ、認識が浸透したの。あ、そうか、ドイツ版がハンス、ハンスがドイツ版を受け持ってて、今は違うんでしたっけ、どうなんですか、G1 版が横だったけど、のかな、で、同時発売だったんですよ、うん、英語版のリオグランデと、はいはい、で まあ、どっちか、当然そのエッセン、タイミング的にエッセンだっけ、あれちょっと覚えてないですけど、確か2008エッセンだと思うんですが、でその時にそのハンスがバーンって出したもんで、うん、割とハンスのものだっていう認識が当時はあったはずなんですよ、うん、なんだ、リオグランデって多分会社であるかどうかすらちょっと怪しいみたいな。あ、そうなんですか。一応パブリッシャーになってる。パブリッシャーなんですけど、うん、個人の野望の可能性すらあるぐらいなんか、いや、なんかあの俺がこの何ですかボードゲームを始めてから、始めた頃にはもうなんか派遣取ってたので、はいはい、そう、派遣はね取ってたんですよ、うん、派遣は取ってたんだけども内実が一人っていう、はい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 、一人あ、そうなん、全然、全然そうなんだ。これついこの間、実質引退みたいな感じじゃなかったから、確か。引退？引退、だからもうあのリオグランデ、まあなんていう、やめますというか。じゃあもう最後まで一人だったんですか。最後まで一人だったんじゃないのかなと思いますよ、確か。J2 メルソンさん、ですよね、確か、という人がいて、すごいですね、それで こんだけちゃんとしたレベルをかけているっていうのは、そうですね、だからちょっと意外な感じはしますよね、うん、その、うん、それまでのゲームにそんなにかけてたのかっていう感じもするし、ね、うん、ロリアムディーズしちゃいますか。いや、あのドミニオンって特にあの何テストプレイの必要なタイプのゲームを出しできるタイプですよね、しやすい、1枚カードを入れるだけでまた違っちゃうから、全然違います、うん、でそれをそのランダムのセットでやるからもう原本しかない。まあ、TCG の文化がアメリカもその当然あるから、そうね、まあ、なんかそういうことができるデベロッパーは割と集めやすかったかもしれない。そう、ね、ばっかりこれか、こればっかりの、この前何4ページ目なんかやってましたっけ。前は分かんないですね、これの前は作ってないんじゃないのかな、うん、まあ、これの後にキングダムビルダーなもんですね。キングダムビルダー俺は好きなんですけど、まあ、いいゲームですよ、いい、あれすごくいいです。なんかドミニオンの後にこれで出されるとすごいびっくりしますよね、うん、多分なんか、キリングフィールド、キリングフィールドではない、木しか合ってない、キングフィールドってカンボジアのなんか、あ、間違え、キングズフィールドかと、あ、キングズフィールドはフロムソフト、そうそうそう、キングフィールドゲームあったら怖いな。
脱出ゲームで作れることですね。そう、ドイツでは絶対に出ないタイプのタイトルですね。いやいや無理でしょ、日本でもやばいと、はい、ちなみにこ のゲームを破滅に導くかもしれないのところで、例外として挙げられているバルーンカップというゲームがありまして、バルーンカップ、バルーンカップっていうか、はい、2人用のゲームがあるんです。私プレイしたことないんですけど、ないんです、1回やってみたいんですけど、2人用のゲームで、うん、このゲームでは完全にロックアップする、身動きがお互いのプレイヤーが身動きできなくなる状況っていうのが発生して、それでゲームが止まっちゃうらしいんですけど、すぐにルール訂正がなされ、ゲームはそのまま売られ続け、その年のドイツゲーム大賞の候補作になったとはいえ、これは明らかに例外であって基準にするものではない、まあ、その通りですね。そうなんで売れちゃったんだ。そう、売れちゃった。いまだにバルーンカップは実物を見たことがないです。そう、懐かしいですね。ドミニオンってドミニオンフォロワーみたいなゲームはまだ結構あるんですか。まだ多少あるんじゃないですか。時々出てくる、まあ、デッキビルドっていうのは一つのもうそうそうそう、クリアリアリになっちゃった、ね、もうそれぐらい偏在されてると、というかデジタルゲームの方でスレイザースパイアができて、ね、うん、あ、そうですね、はい、デジタルゲームの方にもデッキ構築の分野ができたし、え、三国再生みたいなやつもあって、スレイザースパイア何年だっけ、2010 16ぐらいかな、うん、ぐらいかね、もうローグライトがすごい、うんうんうん、今だってボードゲームの方もアルナックの失われた遺跡っていうデッキ構築を入れつつ他の要素もいろいろ入れてるっていうゲームもあるぐらいなので、はい、ドミニオンのメカニクスは要はリミテッドカードゲームってこと、リミテッドではないと、まあ、デッキを育てるってことですね、まあ、まあ、ドラフトだけどオープンのドラフトだからっていうのと、あとじゃあリミテッド、完全リミテッドじゃないけど軍拡競争的なほどでもないと、あんまりドミニオンに関して言えばそんなに、なんていうか、そもそも周りとドンパチやるタイプのゲームではない、そうか、別にやっとっていいんですけど、ドミニオンはそうではない、うん、一人遊び的だよね、むしろ、そうですね、佐野さんはドミニオン評価してないでしょ、まあ、あんまりね、あ、そうですね、ただ あの後の拡張はほぼやってないですけど、いや僕がゲームの仕事をするようになって2000何年ぐらいはめちゃくちゃ流行ってたんです、猫もシャクシもドミニオン、2019から10は本当にみんなドミニオンやってましたよね、なんか広い日がね、なんか買えなくて印刷して持ち歩いてる、え、買えなかったんですか、広い日がなんかまだ日本入ってたんですか、俺でなんかあれやったのひろゆきだっけ、ひろゆき、あまり名前出したくない、金を払わないでフランスに行こう、そこにそこの中広げる必要は全くない、さらっと流してくる、そういうレベルの表面人がなんかそういうやってたけど、あまりゲーム、あまりゲーム金はないわけないじゃないですか、でもドミニオンって日本、入手なんだった、入手なんでした、なんかあんま記憶がないけど、ね、2012年にはもう一時期は、そうだ、いや一時期確かに空白の時期がちょっとありましたけど、うん、ってことは相当早くに見つけてますよね、なんじゃないですかね、うん、2010年にはもう全然普通に手に入る、日本語版が2010でしたっけ、9に出てましたっけ、日本語版って2010だったら、まあ、それぐらいだと思いますで、9の夏ぐらいに確か一時的に手に入りづらい時期があったんですよね、うんうん、その頃まだすみません、ボドゲ始めてないんで2010からなんですけど、でもドミニオン真面目にやったことないな、何に入ってきたのは2009年の春、2月とか3月ぐらい、短い時期でもね、そういう時期があると印象が強いんですよ、はい、なかなか手に入らなかったっていう、なんかそうです、拡張セットはね、よくこう品切れになってっていうのを繰り返してますから、ね、まあ、それは拡張は発行部数が絞られるから、まあね、たまたま最初に入ってきた方にやって面白いってなんか、じゃあまあまあ面白いって言って、でその後でなんマチュピシュ王子とか多分なんかやってたから、なんかみんながなんかドミニオンドミニオンドミニオンみたいな感じでなんかものすごい盛り上がるしてなんだみたいな、当時ゲームマーケット取材するとドミニオンのフォロワーみたいなゲームがわんさかあって、そうですね、2010から11ぐらいはすごい多かったです、ね、攻略本とか、うん、東方のやつとかね、そうそうそう、そう、あ、いますね、つまった、だからこうね、TCG 禁止なのにありなのみたいな、うん、ドミニオンファミリーとか言われたね、そう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 、だからそういう感じの話もあったような記憶があって、あ、そう、メイフェア、書き込みがいくつかあるので若干触れていきましょうか、うん、
キングダムビルダーは最高ですねというさ、最高です、ね、キングダムビルダー最高です、ばっかりのです、ね、同じ人です、同じ人です、同じ人です、ドミニオンと同じ人、発言者、あ、はいはい、あ、発言者は高橋さんです、あ、高橋さんね、はい、いや、キングダムビルダーは最高です、で、ステージ、これはスレイザースパイアについてかな、ステージクリアごとに協力カートを得る、うん、いわゆるローグライク的な、ログラ、まあ、ログライク、ローグライト的な、うん、あと、ゲームスタイルに、まあ、ドミニオンの考えが生、まあ、かされているっていう話です。トモさんが、そうメフェアは潰れてたんですよ、そう、まあ、メフェアは、ね、つい最近潰れたんです、誰さん、ザマーって感じですよね、ジェイトン・メルソンさんは、90年代の中央の、メフェア経営危機にレイオフされてリオグランデ、レイオフっていうのが、まあ、若干微妙ですけど、そうですね、あのはい、ごめんなさい、トゥーメルソン、トゥーメルソンはあのあメフェアを追い出されて、あちょっと追い出されたの経緯がなんかレイオフなのか、なんか揉めてやめたのか、若干なんか不明瞭な点はあるんですけど、ね、でもそうですね、あの大筋としてはもう完全にそうですね、うん、まあ、バジェットが大きくなると首を切られた方はレイオフされてないと、ただ、ね、あのどう考えてもトゥーメルソンを切るべきではないので、あ普通にメフェアの経営状態を考えたら、まあ、肩を持ってきた人、ね、肩を持ってきた人ですよ、ジェイトン・メルソンがメフェアゲームスってもともと RPG とか、まあ、いろいろやってた会社 で90年代か、に傾いた後、傾いたあたりで、ジェイトン・メルソンが、ボードゲームのラインを立ち上げて、カタンとか、チグリスとか、あとメディシとかなんかいろいろ持ってきて、出した後にその追い出されて、でじゃあ自分でやるかっつんで、リオグランデゲームズを98かなぐらいに立ち上げたっていう、そういう流れなんですけど、で、まあ、なぜトゥーメルソンを切ったっていうのは、まあ、レオブだとその経営危機なので切りましたっていう文脈がちょっとおかしいんですよね、やっぱり。ただあのメフェアの連中はろくな人間たちではないので、別にそういう判断をしても何もおかしくはないんですけど、ゲームは出てる？え？ゲームないと思います。ないか。わかんない。見てないんで、ここに。昨日届いた。独特のゲームあるんだけどね。それは探しの現像本しか出ない。だからカタンの権利が多分メフェアからなんか移ったのとやめた、メフェアが潰れたの間には多分ある程度の関係性はあるんだと思うんですけどね。あの潰れることになったからカタンが引き上げたのか、その逆なのかはわかんないですよ。わかんないというか知らないですけど。どうなんでしょうか。というような感じです、コメントは。まあ、続きいきましょうか。で、最初のテストについてはそんなところです。で、あとは短く、これにルールブック。ルールブックは、まあ、この時点ではもうすでにある、デザイナーから渡されているものということで、ゲームの主要な構造が決まったらルールブックにフォーカスする。プレイヤーが初めてゲームに触れた時の唯一の手がかりになるからだ。簡単に読めて理解でき、イラストの例示が充実していなくてはならない。可能なら参照カードもあるという。これ、ドミニオンの説明書読んでから、読んでこれ読むと非常に味わい深いですよね。ドミニオンの説明書めちゃくちゃ分かりづらいので、まだマシですけど、あ本当にそんなに難しかったっけ。いや、あのこのゲームを説明書読んで覚えてる人っていうのはすごく少ないと思うんで、なんとも私読んで苦闘しましたです。あれ ABCD と関わりでなかったっけ。 ABC 書いてるのこれです。それは TCG のルールが、うん、ルールブック読んでもまあ、よくわかんないことが多いのと同じじゃないですか。多分そうです。ああ、やっぱりね、そのデッキ構築ともまた違うけど、あのドミニオン独特の感じっていうのは最初わかんなくてさ、はいはい、読んだだけではよくわかんない、はいはい。何をするんだろうって感じなんですよ、うんうんうん。全体像つかめなかったですね。全体像つかめないね。だから今から見るとね、なんてことないんだけど、はい、知らないときはやっぱり難しいあれ、うん、メフェアってコズミックエンカウンターも出したんですか。メフェア、シンプリコズミックはメフェアですね。コズミック、普通のコズミックエンカウンターも出してるか、出します、ね、でも最初じゃないですよ。最初はいいよ、最初はいいよ、はい、だからで可能なら参照カードもあると良い。でかあのドミニオンには参照カードないんですよね。あのサマリーカードですね、ないです、ないんですけど、その代わり手番ごとの3つのフェーズがしっかり記憶に残る手段を思いついて、それ右の引用ですね、うん、ABC すなわちアクションバイクリーンアップの順番にしたのだ。これ英語圏の人だと分かりやすいんですかね。日本人だと全然この時間はないですよね。確かに、まあ、でもあの紹介動画では結構印象的に使われてたんで、はいはい、A アクション、 B バイ、はい、C クリーンアップで、はい、D が D ドロー5で最初4つのフェーズだったと思うんですけどね、うん、っていうね、うん、おなるほど ABCD なんだって言って、
ドローまで俺は聞いた。あ、そうなの、ね。なんかルールの改定かなんかで3つになったんじゃないかな。うん、クリーンアップに含まれちゃったんだよなと思って。うんせっかくだから D はねそうなんかドローは最初が普通だからあそうなんだなみたいな感じでこの話聞くとでもドミニオンはやっぱり売れるつもりで作ったゲームなんだなって感じしますね、同じぐらいの複雑さのゲームで、すごく売れる気がなかったらこんなことしないじゃないですか、ワレスは絶対こんなことしないですはい、うちにあるワレスは主に数エーカーの雪ですけど、やっぱりあれもアクション25種類ぐらい投げっぱなしにしてるのでそれこそこのネットで最適解でボーンってなったゲームに修正ルール入っちゃったんですよね。ああそうですね、まあ、我々はね結局それやろうとやらないと売れるので、そうですね、問題ないなという話なんです。なんだエンパイアビリタルールブックの、ああそうそう、ルールブックの話は途中でした。そうそう、例なんだっけ、著者っていうのはデリューですね。デリューは別に実際のグラフィックレイアウトを行わないが、その過程は注視し、新しいバージョンを受け取るために誤植をチェックする。これ非常になんていうかちゃんとしてますよね。ちゃんとしてますね。あるが、あ、いや、あのそれはやってると思います、はい、でそれはね、なんか日本、この記事全体に読んでて思ったのは、日本のボードゲームシーンに一番足りないのってこういうところなんですよね。この記事が一番日本のボードゲームシーンに足りないものを補ってくれてるもので、それはなんか一番今我々にとって必要なものだと思うんですよね、特にこういうルールブックに誤植ちゃんと見ろと、ああもちろん誤植なんかもそうだし、なんかあのデベロップの工程ですよね。デベロップは全然できないけど、できないできないと思う。まあそうだね、初手ブラインドテストからさ、デベロッパー自体がこういう意識でやってるっていうのあるじゃないですか、だからデータがすごい。それこそドミニオン系のゲームってデータが超あるけど、はい、お前どこまでそのデータチェックしてんだって、バリエーションで作ってるだけじゃないのみたいなことは、まあ、一番 TRPG ねで、たくさんあるわけです。なんかこんなに武器の種類があるみたいな話のは結構は、武器じゃない特技の組み合わせの種類がこんなにあるみたいなのあるんだけど、そんな、まあ、RPG だとね、まあ、最低を入れりゃまあ何とかなるみたいな、そう回っちゃうから余計なんですよ。ボードゲームで、まあ、なんかこれ禁止カードねはやっぱりまあ好まれはしないですからそうだ ね、パッケージでもう完結しちゃう、禁止カードならまだしも、禁止コンボのやつやったらまあみんなハとか言うでしょ、間違いなく、意味が分かんないです、サイズのあれとかねこれとこれの組み合わせは公式で禁止になりました。ましたね、ただ誤植チェックっていうのはこう出版でもこう、まあ、まずこいつから切っていくわけですよ。そうですね、そう、なのでこう質が全体的に下がってるわけですよ、はい、その昔に比べて。要は鬼光悦みたいのが抱えてる版元って本当に大きいのしかなくて、はいはいはい、ただもう本当にどこ誰でも出版社一人から押せるような時代ではもうそこしか差異がないわけです、はいはい、大手出版社から出るメリットは強い構成があるという差異ですが、ただ強い構成もですね、こうよく新潮社の構成はすごいとか言ってバズってますけど、まあ新潮社仕事した身からするとそんなすごくないですこれは粋ですか、カットですか。別に粋で買わないですよ。どういうことかっていうと、こう光悦はその社内に図書館みたいなのがあって、そこで全部チェックしてる会社ってほぼ、あ、新潮社があるかどうかは知らないけど、一応活字で裏を取るっていう光悦がもう少なくなっていて、大体これ「み」っていう丸がついて「み」チェックして してません、活字ですから。でウェブで公式サイトチェックみたいなのが流れてくるので、ですから要はまあ、そんなにその鬼光悦みたいなのが、その光悦がドラマになる時代ですけど、いるかというとそんなにはいない。むしろクロスチェックをした方がいい。一人の高越にプロの勝負を任せるよりは、違う人にこうたくさん見てもらう、はい、いろんな人に、いろんな人に見ると見つかってくるのと、まあ、あとは出版まで時間をかけるってのは本当はベストなんだけど、そうですね、まあ、出版業界もどこもこうそれができない。なんでかっていうと、取り次ぎから返ってくるお金で次の本を出すっていう、ね、サイクルになってるので、はいはい、出し続けなきゃいけないですね。そういう意味では一つの本に何年もかけるみたいな。例えばこの本はね、2020年に入稿したわけです、はい、それが2022年にできてくる、まあ、学術書は、それは学術書だから時間かかりますよね。そういうのは珍しい。書いてから2年3年平然とある、まあ、数少ないじゃんというか、そうそうそう、ただやっぱ見ると誤植は少なかった、うん、少なかったというかまだ見つけてない、うん、これで誤植だとまずいでしょ、だって。あ、でもね、こいつ1回しかなかった、著作も1回しかなかったから、そういう意味では心配してたわけです、うん、まあ要するに
光悦っていうのは五色っていうのはやっぱりこう闇が深いわけです、ね、だから五色見たら許してあげるぐらいのコールの広さがまあましてねゲーム屋なんぞそうですねそうそうですね遊びだね、うん、致命的じゃなければそうだ、まあ、いや致命的でも心は持ち上げて致命的だったら怒っていいのどうというか明らかに強いなとか明らかに強いのはでも後で見つかっちゃう実際にプレイすると、うん、そうですねだからこう実際のプレイがオープンベータテストを優勝でやらしてるみたいなことは悪口になるまあかかりますよ、はいまあ、ちょっと前だったらあのボードゲームズっていうのはほとんど鹿版みたいなもので五色以前に五役という問題があったので、はい、あそうですね今はまあ全然マシだと思いますが、はいはい、あでもねあの前から気圧優勝ばっかり申し上げていたんですけどあのホビージャパンのねあのトリプラネタリーをね頑張って買ったり今解読してゲームに比べて読んでるけど、うん、あのそんな間違いない、うんうん、意外と、はい、え意外いいやつ、ねうん、ちゃんとしてる人もいるちゃんとやってしてた、うん、でもノンクレジットです、うん、全額なのに、うん、まだクレジットする習慣すら怪しかった頃だから、うんまあ、まあそこはね、うんまあ、今ビデオゲームでもすごい日本語がたくさんあるけどそうびっくりするような日本語があのインディーゲーム の, 、うん、あのその文化が根付いてきたからあのすごい日本語がねあのますよね感動的な日本語ができたらすげえとにまあそれは言い始めるといろいろ問題がチーム翻訳の難しさっていうものがいやあの商業レベルじゃ商業レベルじゃないですか商業じゃないんですよねあ、はいうん、いやだってそれは翻訳ソフトかもしれないでしょう、ね、いやどうなのかな翻訳ソフトではない、いや多分翻訳ソフトをその人がチェックして出してるレベルなんじゃないですかね、うん、それはさ例えば本でも中ヒットとか翻訳ソフトなわけじゃないですか中ヒットとかはまあ割とそうでしょうねあの感じでないですよねでもまあ、うん、もうちょっとなんかもっと愉快な愉快な感じねそう、もっと愉快なって何なんかこの間見たんですよそういうのをあの愉快なそういう愉快なものが任天堂スイッチのダウンロードソフトを売ってるっていうのを見てあこれ買わなきゃと思ったんですよそうなんだそうだ任天堂スイッチは割とそういうインディーのゲーム多いのであそういうことがあれ起きやすいんですよ、ねうん、それをそのゲーム実況かなんか、まあ、そういうそのインディーの一発ネタのゲームってみんな危機としてやるので、うんうん、そうすると我々はまあそういうものにあの割とこう出会いやすくなり そしてみんながここ心が優しくなるわけですこの前パスパインの RPG 翻訳者してる監修のさ人がさ、うん、翻訳ソフト使って何が悪いんだろうみたいなそれって翻訳ベンチの話じゃなくてですか翻訳ベンチじゃなくて翻訳ソフトの話ですかいや翻訳のだからディープルを使って、うん、いつまでも読めないようにディープル使った方がいいだろうみたいなガッツの絵を貼ってあってですねいやそれを使ってその後に人手で直せば人手翻訳だからいいですよね、まあ、そう最終的に誰がハンコを押すか問題いやまあまあ翻訳者が言うのはやっぱり良くないまあどうでしょう、ね、ある程度構文が複雑なルールで、うん、しかもあのこれはまんま翻訳そうだよねみたいなことはあのソムスサプリメントもあるようなそういう業界にそれを言っちゃうっていうのは単にあやっぱりそうねっていうことじゃなるほどねならないって話まあ、ビデオゲームは最悪そんな意味不明の日本語でも遊べますからね、うん、あそう間違いはしませんからね、うんうん、ボードゲームではどういうくらい遊べないので、そうそれよりは間違いない。そう。ホビダの昔のポケットバトルとか本当遊べなくてどうしようかと昔のコンピューターゲームも結構そういうノベルゲームというかねそのいやノベルゲームってもうあの古いやつですよあのなんだっけそういうのもゾークとかそういうレベル。そうそうゾーク。ゲルゲームじゃなくてゾークじゃなくてその後のファミコンになった。ディズニーランドとか。ディズニーランドじゃなくて。ディズニーランドはファミコンになってない。あの一二三カールルスってジャンプするやつですね。デジャブ。デジャブからシャドウゲート。あそうシャドウゲート。シャドウゲートは。ああ少し。シャドウゲートだったら海外で人気なんです。続いてるんだよ。ファミコンになってる時は役が遊んでて。デジャブシャドウゲートとあともう一個で三部作ですよ、なんだっけそうシャドウゲート名作なのに日本ではクソゲーになっちゃったんですよ、ね、いや今ちゃんと再評価されてるからいいじゃないですか今は再評価されるし、うん、クソゲーとしても再評価されてるから、うん、だってアドベンチャーゲームだけど自分に向けて剣を使うと自分にの首を刺しちゃうんですよまあ、非常に何ていうかあの理屈は通ってますよ、ね、それはそうっていうのはそりゃそうだそりゃそうだ間違ってないお前がやったんだからお前がその責任を取れっていう話です
その次行きましょうか。はい、行きましょうか。ブラインドテストの話。はい、ブラインドテスト3です。いや、ルールブックが終わって、ルールブックで校閲の話をしていたところですね。はい、で、ブラインドテストです。ゲームをプレイヤーのグループに渡し、ルールを読んでゲームを準備して遊ぶよう依頼する。プレイヤーは全員初めて遊ぶ。デベロッパーはプレイヤーが遊ぶのを見ているが、疑問点には答えず、ルールブックだけを参照してもらう。この間にメモを取り、準備やプレイにどこに支障があったか、ルールブックはそれを解決したかを確認する。ゲームが終わったら質問を行う。ゲームは面白かったか、ルールブックや構造に問題はあったか、改良できそうな点はあるか。うんうん、これもなんか、非常に、なんて言いますか、ちゃんとしてるって言い方あれですけど、本当にやってんのかね。やってるんじゃないですか。ドミノやってんじゃないですか。ドミノやってると思いますよ。羨ましい的なのはあるんだよね。これすごくやってるのは、素晴らしいと思います。なんか昔あの「ドラゴンクエストの道」っていう漫画でまんま同じようなテストを、ドラゴンクエスト道、はい、懐かしいね、チューソフトがやってる、あの杉山浩一じゃなくて、あのなんだっけ、はい、千田さんと、あとなんだっけ、中村浩一だ、あ、そうです、中村浩一が超イケメンのやつ、あ、そうです、そうです、そうです。まあ漫画ですからね、あれはね、いい漫画ですけど、まあ、若干神話化されてる部分がありますよね、あの書いてること、はい、公式見解というのかな、まあ、それはもう、なんか、それはでも、なんか子供心にも分かるので、大丈夫。いや、すごい読み込んだので、よく覚えてる、うん。で、そう、あそこにちゃんとそのゲーム開発のノウハウというか、その工程が書かれているっていうのが結構、うん、そうですね、あの、堀裕二がどうやってデビューしたかみたいなのも全部書いてある、はい、ラブマッチテニスから。うん、そう、歴史もあるし、ゲーム開発の工程も書いてあるし、で そこで書いてあるブラインドテスト、そのユーザーテストなんかも、うん、ユーザーのベータ版テストなんかもこんな感じでやってたんで、ね、ドラテン1が最初ラドトム城から始まらなかったって、あ、そうです、そうです、そうです、あの 城の中でなくて、城と草原、町の中間だったんで、ラドトムの城とアリアハンで、アリアハンじゃないか、アリアハンはラドトムの町のあの町の隣の中出たら裸でうろついてしまって、あ、そうです、そうです、そうです、そこ、それがそうそうそう、あれで出てるのがまさにブラインドテスト、それを思い出します。で、あの、それを やる、まあ、理由として、その右側に引用があって、これ結構いいんですよね。デザイナーのグループが集団思考に陥ってしまうのではと僕が心配するのと同じで、僕自身のグループが似たような集団思考の罠に陥ってしまっていないか確かめておきたいのだ、あの、何を言ってるかというと、プレイヤーにはやっぱりプレイの癖があるので、デザイナーとかが、自分も経験あるんですけど、プレイをしてたら、繰り返しテストをしてたら、そのなんかテストのパターンが固定してくるんですよね。やっぱりさっきアネストが言ってたように、まさにその誤ったパターンとか悪いパターンでも、なんか似たような手を打ってしまって、で実際に他の、全然他の人が、あの、製品化してプレイしてみると、全く違う手を打ってきて、あ、そうするんだみたいなところがあって、結構それは小規模な出版、同時の出版だと危険だったりするんですよ。でそれはちゃんとよく分かっているというか、それを踏まえてこういうテストまでちゃんとやっているっていうのが大事なことだと思います。まあ、テストプレイはいくら知っても足りないんですからね。足りないぐらい。あ、まあ、一つの意見ですね。一つの考え方だと思います。なんかあんまりやっても、あの、足りないんだけども、あの、そこから結局新しいバグが出せるかっていうと、まあ、まあ、あの、平行状態にいっちゃうので、そういう意味では、まあ、そこで打ち切るというのも一つの形式かなというのは、まあ、もちろんその無限にリソースがあれば、あの、他のところでに回して別のテストグループでテストしてもいいはいいんですけど。まあ私はね、テストして修正して良くなればいいけども、絶対良くなるとも限らないわけですね。完成をどこで切るかみたいなのもあるから、あるし、あの、ね、かえってね、一番大事なところを見失ってね、ぶち壊しになっちゃうこともありえるから、尖ってる部分がなくなるってことは、テストの弊害ではある、うん、そう、丸くなっちゃうんだよね。ただディベロップが圧倒的に不足してるっていうのは、まあ、大体テストプレイで解決するわけです。そこはまあ割と、それはそう、うん、それはそう、確かにそうです。だからそういうなんか高度なテストプレイによって丸くなるみたいな高度な話じゃないんじゃないですか。はい、まあ、そうですね、まあ、そうですね、ちょっとその個別具体的に見てみないと、まあ、なんとも、あの、それぞれの、ただやればやるほどいいと、もう言い切れないってところはあるよね。ありますね、うん、これ系は、あの、カード効果系は比較的やらないといけない方ではあるんですけど、まあ、ドミニオンは、ね、どっちかったらやった方がいいタイプのゲームだから、うん、というかドミニオンはすごい数必要、そう、でもそれでもなんかやりすぎてはいけない領域っていうのがあるのは確かなんですよね、うん、きっと、ね、私が気になるのは、こういうゲームはやらなきゃいけないのはそうなんですけど、はい、数理系のアブストラクトというのをどこまでテストしてるのかっていうのはよく分からない。
アブストラクトまでいかないでも国津屋のそのゲームとかは国津屋はテストドリブンの人なので結構してるっていうふうに言われて、うん、なんか本人は言ってます、うん、あそうなんですね、テスターの専属みたいな感じのチームがいますからね、うん、国津屋は、はい、まあまあそれは普通自然にできてくるわけですよ、チームっていうのはプレイグループとかですよね、うん、ただなんだろう、あのテストアブストラクトってね、あの本当に自明な間違い以外は分かんないんですよ。そうだから、うん、だから天才だと頭だけで作れるじゃないか。1、2回やればいいんじゃないですか。アブストラクト。いやいや、だからマケドニア将棋はテストプレイしてんのかって話です。マケドニア将棋って今やってる人いるんですか。いやいやいや、それはどっかにやるでしょ。どうも焦ってください。あとで調べとこう。マケドニア将棋。はい、行きましょう。はい。マケドニアのね、マケドニア商品っていうのは、あの草間さんの書いたやつがアナログゲームスタディーズに批判が上がってますから、はい、あるんですね。で、あれはやってる人いる、あるホームページにあ、じゃあやってる人いますね。いるいる、はい、ほら、やってる人いますよ、草間さん、うん、え、なんだっけ、マケドニア商品、マケドニア商品入れただけでマケドニア商品面白いとか出てる。今やってるの、すごい、すごいな、うん、あれもやってないと思った。でそのなんだっけ、ブラインテストのゲーム後は必要に応じてルールブックを修正したり、プレイヤーの感想に基づいてゲーム自体を微調整したりする。ドミニオンではルールブックからゲームを覚えてもらうことに最も注力し、スキャマのシャッフルのタイミングなどを明確にするためルールの言葉遣いとイラストに時間をかけた、うん、なんかシャッフルタイミングは結構重要ですからね、うん、ね、ゲームなので ね、 そうね、あの3番捨てろとか言うとこれで間違いが発生するので。でもう一つ書いてあるのが、ドミニオンのデベロップではサプライズ最初のゲームのカード選定に苦心した。これはそうだろうと思います。非常にそうですね、ここが一番大事なところですよね、はい、まあなんでかって、やっぱり最初のプレイっていうのが第一印象が一番大事だっていうことは言ってますね。だから最初のゲームでいかにどうするかっていうことで、で書いてあることでちょっと自分にはこれは意外だったのでとりあえず紹介します。最初に扱うカードに呪いは入れない、新規プレイヤーになるの、まあこれ分かりますよね。ターミナルアクション、もう一つ、ターミナルアクションで身動きが取れない状況を防ぐためプラス1アクションを足す。ターミナルアクションっていうのは、あの手番数のアクション、手番中のアクションを追加できないアクションカードです。あのそこでアクションが止まっちゃうカードです。普通手番アクション 1回なんですよ。だけどそのターミナルアクションでない、アクションプラス1とかアクションプラス2とかを入れることでどんどん連鎖してコンボしていくので、そういうのがない止まっちゃうやつのことをターミナルアクションっていうので、それがでたくさんアクションカードが手札にあるのにそのうちの1枚しか使えないのが非常にストレスフルだから、それはやめようっていうことで言います。だそうです。でこの2点に注意し、かつ重要な用語を網羅するようにカードを選んだ。アクション、購入、廃棄、カードを引く、リアクション、アタック、獲得など、まあ、全部これあのゲーム中の基本的な部分ですね。これが分かっていればゲームができるっていう。呪いはないけれども攻撃カードあるんですよね。なんかあります、あります。ミペです。あったね。ミペって結構嫌われるんですけどね。いいカードですよ。いいカードです。あのカードがミペ。その呪いを入れてゲームがもうあの80分とかかからないようにな、まあ、でもまあアタックはあるみたいな、そういう、そうです。アタックは入れるんだけど、あの呪いは遅くなるから。遅くなるんですよね。それがダメだって言ってます。これであの思ったのは、なるほどって思ったんですよ。というのは自分、俺ドミニオン最初にやった時に最初のゲームも面白くねえじゃんと思ったんですよ、うん、でも最初のゲームは面白いっていう基準で作ってるわけではないんだ。チュートリアルとして機能するようにっていうと、あとまあ、やっぱりコンボを事故んないっていうことがまあ大きいですね。そうですね、はい、やった時にあの2番目にサプライで上がってる推奨サプライがってるビッグマネーってやつの方がずっと面白くって、それをやった時に、あ、あの妻と2人でそれ買ってきてやって、あ、面白いねってなったんですよ。その時でその最初のゲームをやっただけだと、このゲームあんまり面白くないじゃんって挫折するんじゃないかっていう、なんでこれにしたんだろうっていう疑問があって、それはなんかこれ読んだ時になるほどなと思いました。妻とドミニオンをやるのが素敵ですね。はい、あのうちは、はい、すごい、あのうちの妻はあのプエルトリコとかパンデガとかはできる人なので、すごい、ただあのなんか大体負けてあの切れますけどね。どっちが、いや妻が妻が割にこれ裏を取ったらいいっていいかもしれない。接待をしないんですよ、ガチなんですよ。あ、鈴木に一郎タイプなんですよ。あんまり、うん、接待は子供でしてるんでもうたくさんなんですよ。子供には一回も俺は勝ったことはないですよ。私も一回も勝ったことないね。そうですよね、だって負けが込むと顔つきが変わってくるんだもん。負けると雰囲気が出てくる。
そう、なんかそれはね非常にあの勉強、なんか勉強になりましたし、あのドミニオンを進めるときに最初のゲームだけで止めない方がいいんじゃないかなっていうことも、うん、勉強になりました。ドミニオンは短いゲームなのでね、そうそう、あのもう一回やってみましょうっていう、他のカードセットでってのは言いやすいですね。ただほら短いとは言っても最初のゲームで初心者に教えるときに、スリードロー銀貨終了とは言えないじゃないですか。じゃあ、3枚引きます、これ、3金が4金出たので銀貨を買っておしまいですとかいうふうにするじゃないですか、うん、そうするとそんなにスピーディーではないですよね最初は。そうですね、20分で終わるってわけにはいかないですね。そう、なればね20分で終わりますけどね、うん、はい、で最後4タイトルとテーマ、ここでタイトルとテーマ考えるんだっていう驚きもありますけど、まあ、はい、あのデベロッパーがいるんだったらこれは分かると思います。最終局面はふさわしいタイトルとテーマを考えることだ、テーマありきの作品もあるが大抵は抽象的に把握でき、テーマは後から貼り付ける、まあ、これはユーロ全般に、うん、そうですね、はいはい、ドミニオンの場合リオグランデ社はレースフォードギャラクシーをリリースしたばかりだったので宇宙テーマを外した、そのなんかこれのせいかなんか俺はそう、お、なんか大きいイメージがあったんですよね、すみません、なんかちっちゃい出版社だっていうのは今日初めて知りました。でローマ、雰囲気違うからね、うん、で宇宙テーマはそういうわけで外しました。ローマ海賊テーマも直小気味だったので避けた、となんか当時めちゃくちゃたくさんあって、ローマはいつでも、まあ、いつでもありますよね、ローマとかね、ローマとエジプトは確かにこの時代ブームだった気がする、うん、安倍カエサルとか、あ、もっとローマですけど、まあ、この時期は、ね、なんだろう、この時期のローマってローマってゲームありましたね、あ、いや、いっぱいありますあれも何って言われると困るな、うん、そう、どれって言われるとね、どれだろう、大聖堂とかこの辺の大聖堂はちょっとだけあと2009年、でもまあまあ近いです、でもこの辺です、近いです、うん、2006か6ですよ、時期ね、時期ね、時期はそう、発売時期はでも大聖堂モデルの時期が違う、大聖堂はドイツですか、地域は違うか、もうローマじゃない、ローマじゃないね、あれは、うん、ローマではなくて、なんか、うん、あ、中世、中世、中世舞台でしょ、原作小説があるから、うん、そう、ケンポレットのやつですよね、小説、あれはどこの舞台ですか、あれドイツじゃない、私読んでないんで、知らないんだけど、多分ドイツじゃないかな、うんうん、まあ、あれもそれこそ中吉村でやった記憶が、うん、大聖堂なんて作ってる国そんなないじゃないですか、うん、それは確かにそうですね、小説は読んでないよ、うん、まあ、ケンポレットなんで別に読んでも読まなくてで海賊なんかもないと、まあ、でというわけでデベロップチームに届いた時点で中世のテーマになっていて、あ、それが合っていたと思ったため変更しなかった、まあそうですね、でプロトタイプの最初のタイトルはキャッスルビルダーで、うん、なるほどって思いますね、キャッスルビルダーのでキングダムビルダー、はいはいはい、でもドミニオンはドミニオンの方がいいけどキングダムビルダーはあれはあれでいいですよね、キングダムビルダーはいいですね、不思議だけど、なんかそのキャッスルだとまあビルダーは普通だけど、なんかキングダムをビルダーするっていうのはなんかこう、なんかマインクラフト感がちょっとそうですね、うん、そうですね、あれがキングダムだとそんなに面白くないんですよね、でゲームを特定はしやすいがキャッチーではなかったキャッスルビルダーは、建設を中心にした中世が舞台のゲームで他のゲームと重複しないという基準で考えドミニオンを選んだ、でその選び方、それを思いついた時に右に書いてあるんですけど、この名前は僕がタイトルを探すにあったって設定していた基準を満たしていて、しかも特定の時代に結びつかないという追加の利点もあったのが大事ですね、なんでかというとこのタイトルによって特定の時間枠やテーマに縛り付けられることがないということは後に拡張セットを出す時に重要となった、これは非常に、はい、思います、それでこうあんなに拡張出てそれは結果論なのかもしれないですけど、まあね、はい、うん、今思い返せばよかったってやつ、そうで、うん、かもしれない、ね、キャッスルビルダーの頃の名残あるよ、ね、カードミーに木こりとか、ああなるほどね、木こり全然木こりじゃないなんでお金できて購入できるんだみたいなそういえばそうなるほど、あれキャッスルビルドしてるから木こりなんだ、もともとは素人って言ったんですよ、なるほどね、チャーシャーない、いや、まあ、こういうのがディベロップ不足です、なるほどね、だから最後にやったところ、最後に回したところがやっぱりあちょっとそこでそこが出るんですね、なるほど、テーマのディベロップはどうでもいいってことでしょ、まあそうなんですね、まあまあそうですね、まあどうでもいいでしょうね、うん、特にドミニオンの場合はそんなにまあだからプレイしてるとすぐ見えなくなっちゃうんで、テーマの色やっぱあったらいいけどね、はい、あんまりテーマの色をつけないという方向のディベロップだということですね、うん、ここに書かれてるのは、SF テーマこの章はね、そういうことを言ってるんだ、はい、この章すごい面白かったです、まとめること書いてそう
で、で最後 の言葉もちょっと自分が好きだったので引用しました。ディベロップメントは大切ではあるが、ゲーム全体の製造から見ればしばしば過小評価されがちだ、うん、このゲームは完璧にディベロップされていると思ってもらえたなら、それはあなたが何か価値のあるものをそのゲームに加えることができたということなんだ、うん、なんかその見えない工程なんだけどすごくなんか重要度が高いっていう、それはなんかあの作るときに、これはなんかさっきも言いましたけどすごく参考にしたいし、なんか業界の知見として積もっていってほしいなということで、これがなんかこの章でこの本の中で一番いいんじゃないかなというふうに個人的には思ってます、うん、ということでちょっと力を入れて紹介しました、うん、はい、以上です。コメントはあ、なんかシャドウゲートで盛り上がってますそこ、いや分かる分かるよシャドウゲートは喋りたくなるけど、うん、いやいいゲームですだと思います。やっと や,、はい、やりたいけどやっとこない。シャドウゲートの写真アメリカ、あの英語版とあの、日本語版のサイトが全く違うね。いやでもまあ面倒くさい、面倒くさいも全部ストッド回したなとは言いだから戸田敦子の翻訳みたいなもので、ね、うん、字幕みたいなもので、ね、別に全くおかしなことにはなってないですよ、うん、それはそれで別に、ね、いいものだと思いますよ。さてちょっと、ね、シャドウゲートの あそこのメーカーの寒さがシャドウゲートディジャブ悪魔の招待状の寒さでですね